里崎チャンネル。じゃ、こんにちは。さあ、めでたく最終回っすね。はい、やっとここまで来ました。ざわついたかな。どうでしょうね。こう、でも面白いでしょ。面白いです。なんか空想の世界で、あ、これだけ入れ替わったらどのチームを底上げされる、全部が底上げされるなっていう、なんか面白いです、ね、だからあの、まあ、今日最終回だから、うん、まあ、前回までも何回も話しましたけど、はい、最終回まで見てもらって、はい、で今日のコメント欄に自分が考える12球団シャッフルを見てみたいですね、はい、そうですね、はい、皆さんが、まあ、ちょっとどのぐらいかかりました、これ考えるの。1時間ぐらいです。あ、本当ですか、はい、じゃあ皆さんまあ1時間か2時間ほどかけていただいて、はい、組んで、はい、コメント欄を書いていただくっていう、はい、だって選手メーカーずっと見たつからで、ね、何が誰がいるかいや、そうなりますよね。でウィークポイントをチェックして、はい、パズルをしていく。でただこの選手を入れるとここが補われていいんじゃないのかっていうのの、はい、パズルを僕が出した選手でもいいし、自分たちが考えたやつでもいいし、はい、でその代わり、うん、あのエースクラスとバリバリスタメンはダメですよ。出せるギリギリ出せるぐらいの選手じゃないとダメってことですかね。そうそうそう、だからあの常に試合には毎日は出ませんよっていう、ね、そのぐらいの選手で皆さんもぜひ考えていただいて、はい、はい、じゃあラスト発表いきましょうか、うん、DeNA と日本ハムですね。じゃあ日本ハムから。はい、でももう日本ハムもどこからかっていうのはもう一球団しかないですよね。そう、中日からしかない。中日からしかないですね。はい、中日から誰取るんやっていうね、中日ファンの皆さんはね。え、日本ハムのウィークポイント考えたんですよ。はい、投手陣か、はい、サードショートですよね。はい、でもやっぱ投手埋めたい気もしますけどね。埋めたい気もしますよね。はい、埋めたい気がしますね、うん、って言いながら加藤選手を出してるじゃん。出して、そうなんですよ出しましたよねじゃあ行きましょう。はい、日本ハムトレードしてくる選手、中日から、はい、どの上選手です。おお、そこ行きましたか。もうサードショートでレギュラーです。はい、もうそこレギュラーですね。はい、はい、もうそれであの埋めましょう、はい、そこの三遊間の穴を。はい、あの投手陣は、はい、また多分栗山さんがショートスターターとかをうまく使いながら、はい、うん、埋めていくと思いますし、はい、昨年のドラフトで社会人、はい、大卒社会人選手を4人ぐらい指名してるんで、上から川の、はい、うん、あとはあの立野とか、はい、そこはそこで補っていこうと。確かに当初は、はい、でやった時にやっぱり三遊間埋めたいと、うん、中日から、はい、どの上。おお、いや、でもありですね。もうレギュラーです、はい、完全もがっちりレギュラーで。だから前回のね、はい、12時からもうトレード出した方がいい選手、どの上も考えたっていう時に、はい、どの上は絶対出さないっていうあのコメント欄見ましたけども、はい、あのそれが100も承知で、はい、でももうレギュラーです。そうですね、まあ、日本ハムの日だと昨年も打率が2割1分2厘ですけど、ホームランが12本2桁持ってますし、え、だって試合も結構めっ出てますよね、かなり。ファースト、セカンド、サード、ショートとまんべんなく守ってるんですよね。マルチですね、はい、コンスタンスに出ない中でやっぱりその率残すって難しいですよね、はい、その中でやっぱ一発力あるっていうのは魅力だし、はい、やっぱりあの日本のサードショートを埋めなきゃいけないっていうところで、うんうん、どの選手を埋めていけば打線はえげつなくなるんで、はい、ファイターズが。だって外野に西川、近藤、大田いて、はい、ファースト中谷、はい、でセカンド渡辺が入って、まあ、ビアネーバをどうするか、 DH なのかどうするか、うん、ワンボールをどうするかっていうところもあるんですけど、どの上入ったら、はい、打線が、そうですね、いい打線組めるんで。だってホームラン12本打ってますしね。しかも広い名古屋ドームで打てるってことは、はい、広い札幌ドームでも打てるはずだ。打てますね、はい、うん、うわー、これは、まあ、中日ファンはいや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 って言うけど、それはもう100も承知でそこじゃないよっていう、うん、だもう、はい、出す方の気持ち考えてないその代わりドラゴンズ岡田選手入ってきてるんですから、はい、そうですねいい選手入ってきてますからねはい、はい、あー、なるほど、そこでハムは補っていけるんちゃうかっていう、うん、はい、そうですね、はい、いや、打力がぐっと上がって、上がりました。加藤選手を出して、はい、どの上選手を取ってくると、はいはい、これまだね、誰と誰変えるって言うとまだ語弊が生まれるんですよね。12球団シャッフルですから。確かにそうですね、はい、誰と誰を変えるってことは、あの全部金銭なんで。そうですね前提はあくまで全部金銭、金銭、はい、もう一番最初は全部金銭トレードなんで、はい、誰と誰、一つ一つじゃないんですよ、はい、そうだよ、釣り合う釣り合わないとかっていう話になるんで、はい、一つ一つ金銭です、金銭ですね、はい、はい、皆さん、そう、はい、ご了承ください
はい、じゃあ最後ですね、はい、DeNA ですね、はい、もう取ってくるとこはホークスしか残ってないんですよ、ソフトバンク。そうですね、ホークスからだったらいい補強できそうですけど、うん、DeNA が取ってくる選手、はい、ホークスから、はい、明石選手です。おお、明石選手いっちゃいますか。はい、もうレギュラーで使いましょう。はい、すぐレギュラーですね。明石のやっぱりいいところは、はい、内外野どこでも守れるっていうところと、はい、パンチ力もあれば小技も効くし、あの何でもできるって、こんなバンドで能力高い選手がバックアップにいるって、やっぱソフトバンク最強だと思うんですよね。そうですね、足とかもありますしね、はい、まあ、ロペス、ソト、オースティンを3人使うバージョンと2人にするバージョンもあるだろうし、で、まあ、あの外野が、まあ、佐野とか上里とかも含めて、で、まあ、ショートが大和とか明石はどこでも使えるんで、はい、空いたところにスムーズに入っていって、その筒香7とか、うん、あとは外とかオースティンとかロペスとかのバックアップも含めて使いやすいっていう、はい、超ユーティリティプレイヤーですね。そう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 、本当に、その一気に DeNA を強くする可能性あるんで、わ、いい選手ですね。そうそう、しかも勝負強いし、本当、でも本当にこれだけできててレギュラーじゃないんですもんね。そうなんですよ、ひょっとしたら DeNA でレギュラーになれる可能性もあるし。そうですね、うん、いや、そう思ったらいい選手ですね。いや、明石はね、いろいろ迷ったっすね、はい、ジャイアンツも明石いいなと思ったんですよ。いや、どこにでも行けるぐらい有名な選手ってことですね。ジャイアンツ明石でセカンドも行けるし、うん、ファーストも行けるから、はい、外野も行けるし、明石ジャイアンツでもいいなって思ったんですけど、うんうん、そうなると、はい、DeNA にうまくはまる選手がいなくなったりとか、あ、まあ、パズルの関係もあり、うん、そう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 、 DeNA っていう、はい、がいいのかなっていうところで、うんうんうん、いや、すごい、どこにでも行ける選手ってなかなかいないですけどね。いないですよ。いや、さすがホークスですね、うん、うん、いや、でもどうなんでしょうね、こんだけ層がいてもやっぱソフトバンクファンは、いや、ガシはダメだって言うんですかね。え、言うでしょいや、なんかホークスってやっぱ厚みがすごすぎて、一、はい、人、まあ、失礼な言い方ですよ、一、はい、人いなくなっても補える選手がすごいいっぱいなんかいるんじゃないかって思っちゃうんですよ。でも駒はいるに越したことないじゃないですか。確かに、いや、こんな有能な選手ですからね、はい、いや、 DeNA にとっては来てくれたらいい選手、ね、あとピッチャーとか迷ったんですけどね、うん、松本とか、はい、あのいいピッチャーもまだまだいっぱいいるんで、うん、ピッチャーとかは迷ったんですけど、はい、今すぐ使えてすぐ戦力になるって考えたらバカしかなと、ね、はい、これで12球団揃いましたね、はい、だからまあね、今ここに出てます12球団どういう、はい、なってるかっていうね、うん、だからまずパズルのように考えてほしいですね。綺麗に考えましたね。ルールも決めてね、せせはなしで、セパで絶対候補とかね。これセパじゃなくてパパもありセセもありっていう風にしたらまた変わってくるかもしれないですね。そうなんです。でもこれね、両方自由にしすぎると問題が一つ生じて、はい、まあ、今回で言うと西武のキャッチャー岡田が中日で、広島のキャッチャー磯村が楽天じゃないですか、はい、で中日と楽天の補強ポイントが同じだった時に、はい、どっちをどっちにやるかってもう好みでしかなくなるんですよ。あ、パズルが逆にやりにくくなっちゃうんですね。だって別に磯村が中日でもいいし、岡田が楽天でもいいわけですよ、うん、いいです、はい、うん、でもその時に決める方からしたらルールがなさすぎると、はい、もうどっちでもいいになっちゃうんですよそうですね。ただルールはじゃあちょっと決めた方が、決めた方がやりやすいですね。もしパラレルワールド、これパラレルワールドですけど、うん、現実世界でこのトレードが行われたらどうなるんですかね。やっぱ全部底上げになってるんですかね。まあ、あとはそういう人が本当に頑張れるかどうかですよそうです、ね、あの去年までの成績を見て頑張れるんじゃないのかなと思って言ってるだけで、はい、でもまあチームの底上げになるのは間違いないですよね、うん、そうですね、うん、いやー12球団聞きましたけど面白かったです。でしょう、はい、あとみんなのやつも知りたいですね。いや、知りたい。こう今まだ開幕しないじゃないですか、はい、野球がだ、こういうね、パラレルワールド的なので、はい、妄想していろいろ考えたりすると、はい、まあ、チームのことが読めなかったりとか、うん、あとは戦う相手のチームの欠点とかも分かったりとか、うん、あ、この選手もっとここだったらレギュラーになれるのにとかっていうのが勝手な妄想で面白いと思うんですよ、うん、だってこれ結構そのチーム分析しないとできないですよ。そう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 、ね、はい、だからね、皆さんがどう思ってるのか12球団分見てみたいですよね、はい、あとあのそんな簡単じゃなかったよっていうのを、はい、あのやってみてほしいですいや、こんだけ佐藤さんぐらい時間かけて豆こうやってやってくれる人いますかね。いや、いるでしょ。だって僕でも1時間でできたんですから。だからまあ1時間待ったらできるんですよ。できますか、はい、ちょっと皆さん本当にこれちょっとね、はい、私たち見てみたいですよね、はい、あと本当ね、文句を言う人は特にやってほしい。やってみてって、そうです、自分がやってみて、はい、
どうだったかとか、うん、僕がやる12球団のパズルよりも、うん、俺のパズルの方がいいよっていうのを、うんはい、みんなで出し合って、うん、みんなで見て、うん、誰がじゃあいいねボタンが一番多いかですよね。お文句言うのは簡単なんですよ、はい、でやってみてくれっていうね、うんうんうん、皆さんぜひ、はいまあ、このね開幕するまでの期間ね、はい、お楽しみいただきたいですね皆さんにね。そうですね、はい